画面収録に便利なソフトウェア EASERS REC EXPERTS を使うメリットやその使い方について解説していきます。 EASERS はパソコンやモバイルのデータ復旧、ファイル移行、パーティション作成、データバックアップなどのツールが有名なんですけど、実は画面録画用のソフトウェアもリリースしています。今回紹介する REC EXPERTS では画面収録ができるんですけど、全画面や一部切り取っての収録などが可能です。またマイク音声とシステム音声を同時に録音したり、ウェブカメラ映像を合わせて録画する、録画中に書き込み機能が使えるといった特徴があります。ここでは使ってみて気づいたメリットやデメリットについて紹介していきたいと思います。まず REC EXPERTS のメリット、使い方が直感的で分かりやすい。 REC EXPERTS のいいところはシンプルかつ小難しい設定もなくてすぐに使えるところ。ゲームバーは使いにくいし、 OBS は設定がちょっと難易度高めといったハードルがあります。まずこれが公式サイトなんですけど、リンクは概要欄にも貼っておきます。ここで最新版をダウンロードします。この無料ダウンロードっていうボタンをクリックすれば OK です。ただこれは Windows 版でして、 Mac 版の場合はこっちにリンクがあって、別のページが用意されています。 Mac 版はね、ライセンスも違うっぽいので、間違えて Windows 版を購入しないように注意が必要です。ただ今回は Windows 版で説明していきますね。まあ、これをクリックすると普通にインストールファイルがダウンロードされるので、それをクリックしてインストールしてください。でインストールするとこういったアイコンが出てきます。で REC EXPERTS を開くと小さい設定画面が表示されます。見た目通り割と直感的に操作できるかなと思います。ここにモニターマークがあるんですけど、ディスプレイが2枚以上ある場合はここで選択できます。私の場合ディスプレイ2がフル HD、 ディスプレイ1が 4K になっています。今回はディスプレイ2でやっていきます。上にフルスクリーンとエリアとありますが、これは録画範囲のことですね。見えにくいんですけど、フルスクリーンだと画面の端にオレンジの太い点線が見えてますよね。これが収録する範囲を表しています。 REC EXPERTS を起動していると常に出てしまって鬱陶しいため、必要な時だけソフトを起動するのがおすすめですね。一応ね、設定があるらしいんですけど、どれだっけな、こう録画の境界線を表示する、多分これの不穏で消えるかなと思ったんですけど消えないので、正直どうしたらいいか分かんないって感じです。でフルスクリーンはこれで、エリアを選択すると画面が暗転します。でこういうね、スナイパーレティクルみたいなのが出てくるので、これをドラッグしてあげると範囲を設定できます。これが便利なのは、例えばメッセージの通知欄をあえて切っておくとか、タスクバーを見えないようにするといったところですね。もちろん後で編集の時に対処してもいいんですけど、最初から必要ないものを消しておくと編集が早くなるかと思います。ただし16対9でなくなる可能性があるため、黒帯などが出ていいのかっていうのを考えておきましょう。このね、右にある3つの大きなアイコン、これでカメラ、システム音声、マイク音声を切り替えられます。まずここでウェブカメラをオンにしてみます。そうするとモニター上にね、ウェブカメラの映像が表示されて、これはドラッグして移動したりね、サイズは拡大縮小できます。こんな感じで、でこっちはね、システムサウンドのオフオン、これはマイク入力のオフオンになります。マイクはね、ここで録音しないとかっていうのを選択できますし、マイクブーストとノイズリダクションというのも機能としてあります。私は使ってないですね。マイクブーストは音が小さかった時に音量を大きくするモード、ノイズリダクションはそのまま余計な音とかを消してくれるんですけど、こういうノイズリダクション系って効果が高い時もあるんですけど、ロボット声みたいになっちゃう時があって、私はあんまり使わないようにしてます。システムサウンドの方はまあボリュームミキサーとかがあるぐらいかな。で左のですね、オーディオ録音というところをクリックすると、この波形が出てきます。今自分の声がちゃんと録音されているのかどうか、この波形を見ながら判断することができます。で下のコントローラーアイコン、これをクリックするとどのゲームウィンドウを録画するか選択できます。このゲームを選択というところですね。でいろいろ出てくるんですけど、ゲームとは言ってるんですけど、どのウィンドウでも選択できれば問題なく収録可能です。でその次に行くと、これは拡張モードといって、録画できないように画面が真っ暗になることがあるみたいなんですね。でこの拡張モードに入るとそれが録画できるようになると。さらにその下のアイコンはウェブカメラ、これをクリックするとカメラの設定画面が表示されます。ウェブカメラはピクシオストリームキューブ、ここから選択できます。音声、解像度もここで選択可能ですね。でフリップしたり90度回転したり、まあ、カットアウトっていうのはクロマキーで背景を追加するとかですね。でこのカメラ映像っ
ていうのは、ベッド録画じゃなくて収録映像に焼き込まれてしまいますので、後で微調整することができません。なので最初にきっちり位置決めしておくんだったら問題ないんですけど、編集時に調整する可能性がある場合は別でカメラ映像を録画しておく方が無難かもしれませんね。その他なんですけど、ウォーターマーク、透かしですね、これを入れたり、自動分割機能っていうのとか、自動停止機能、勝手に録画を止めるやつですね。自動分割とかタスクスケジューラーに関しては、必要に応じて使えば OK だと思います。で、例えば収録をスタートしてみたいと思います。これをこっちに置いとこうかな。置いとこうか。で、レックボタンを押すと一度確認が出てきます。これ今後表示しないというのもできるんですけど、これ続ける。収録をスタートすると右下にこういったバーが表示されます。右から3番目にある鉛筆のようなアイコン、これをクリックするとアノテートオプションというのが表示されます。これちょっと見えにくいけど、こうですね。で、このように文字とか、図形、矢印、線、文字入力、これはハイライト、あとエアブラシで、色もこうやって調整できるようになっています。ちなみにしれっとね、収録できる残容量が表示されているので分かりやすくて助かります。例えば鉛筆ツールになってますけど、これで自由に描画できますね。四角を入力したりとか、丸、矢印、線で入力ですね。鉛筆ツールはね、マウスでやると結構しんどいものがあるので、液体部とかあるとすごく良さそうだと思います。で、書いた文字とかはね、こう画面が遷移しても残り続けるんですね。どういうことかと言いますと、例えばこういうことですね。画面が出ても残り続けますと。この場合どうするかというと、手動でゴミ箱ツール、これを選択して削除するとか、やり直しするとかですね。あと消しゴムツールもあるんで、これを使うこともできます。ホワイトボードというモードがあって、これをクリックすると画面が真っ白になります。それだけなんですけど、分かりやすく文字を書いたりとかもできますね。で、これはホワイトボードに書いたことはホワイトボードを消すと全部消滅します。これはね、残しておくかリセットするか選択できたらよかった気がしますね。レッケキスパーツの強い部分は、このように録画中や配信中にリアルタイムで文字を書けることですね。で、アノテートモードはこれで一回終わります。で、タスクスケジューラーによる管理について見ていきますね。レコストップするとこういう画面が出てね、プレイバックできるようになってます。一応簡単な編集は切り貼りとかできるみたいなんですけど、ちゃんと編集ソフト使った方が分かりやすいと思います。タスクスケジューラーの管理をしていきたいと思います。このタスクスケジュールっていうのがね、他の録画ソフトにない機能ですかね。時間を設定して録画を自動開始できる機能です。例えば事前に講義やミーティングの時間が分かっている時に、あらかじめタスクとしてスケジュール管理しておくことで録画し忘れを防ぐことができます。こういうのってね、直前まで覚えていても始まった瞬間に忘れるものですからね、ズボラな私にはぴったりです。新しいタスクを追加します。タスクの名前を入力できて、単発での設定もできますし、毎日毎週と時間を定めることもできます。会議はともかく、学生が講義を見直したいときに毎週特定の講義を録画しておくというのはね、有意義な気がします。で、タスク終了のトリガーは録画のね、経過時間、終了時間、手動で停止と3つあります。これらはね、ニーズに合わせて変更すればいいんですけど、自分がパソコンの前にいるんだったら手動で切るのが一番いいと思います。ここでフルスクリーンかカスタムか、録画エリアの設定ができるので、フルスクリーンでもいいし、画面の特定の部分だけでも OK。 また音声もね、なしかシステムサウンドのみか、マイクか、それとも両方か選ぶことができます。ウェブカメラもありなしですね。これで設定して OK を押すとタスクが追加されます。ここでね、タスクのオフオンもトグルできるので、いろいろ作っておいてお好みに合わせて変更しておくということも可能です。で、レックエキスパーツのデメリットなんですけど、無料版はほとんど使用にしかなりません。収録はできるんですけど、保存が1分までとなっていて、ほとんど無料としては使えないです。ウォーターマークは入らないんですけど、1分で何ができるかっていうと、ほとんど何もできません。
言ってみたら1分以内のクリップを積み上げることで編集できなくもないんですけど、そうするメリットもないですし、それならパソコン備え付けの録画機能とか他のね無料の OBS を使う方が良さげです。ただし、レッケキスパーツがどのような使い勝手なのか、設定はどれくらい細かくできるのかなどは体験できるので、まあ、購入を考えている場合もね、とりあえずダウンロードして触ってみるのが一番いいと思います。価格はやや高めか。お値段はこのようになっています。1ヶ月が税込みで2629円、1年で5269円、永久で9229円です。これね、税込み価格の方を大きくしてほしいですね。なんかだって実際払うのこっちじゃないですか。まあ1ヶ月はね、もうちょっと安くしてほしいですね。これ見たら1年か永久の2択かなって感じです。2年使うんだったら永久の方が安いですし、このレッケキスパーツの機能を踏まえると9229円はちょっと高いかなと思うんですけど、未来永劫アップデートに対応してくれるっていうのはちょっと期待できますね。だって良くなっていくだけですからね。他の録画ソフトの永久ライセンスって、永久と言いつつ大きなアップデートが来たら別料金ですからねみたいなね、不思議な契約もあるので、その点レッケキスパーツは良心的だと思います。それとこういったソフトウェアはよくあるんですけど、セールやクーポンで 10% オフになるので、購入するタイミングを見計らえばもっと安くゲットできます。動画を撮る前に記事を書いてたんですけど、その時は 10% 安くなりますっていうポップアップがね、毎回出てきてたんですけど、もう出てこなくなっちゃったので、セールは終わっちゃったみたいですね。ただ何かしらのタイミングで安くなる可能性は高いんで、その辺タイミングは見計らった方がいいと思います。返金ポリシーの落とし穴、ここ見てください。返金ポリシーにより30日間内の返金保証と書いてあります。実はね、でもこの返金ポリシーを見てみると、返金のハードル結構高そうなんですよ。よく読むと、見てください。製品の説明を読まずに製品購入し、使用後ソフトの機能または欠陥に対する不満による返金リクエスト、つまり30日間使って、ま、機能があんまり良くなかったとか不満があるといった使った後必要なくなった場合みたいなのは返金は受けたまわりませんと明記してあります。逆に返金可能な場合ってどんなのっていうのをね、読んでみたらね、なんか間違えてダブって購入しちゃったとか、ソフトが起動しない、技術的に使えないみたいなのが対象らしいです。それ逆に返金されなきゃおかしいでしょっていうような事例しかないので、返金のハードルは高いと考えて良さそうですね。なので、とりあえず購入してから30日以内に不満なら返金という手が使えない可能性がありますから、使用版をしっかり触ってから買うことをお勧めします。以上、ここまでイーザースレッケキスパーツを見てきました。 OBS よりも扱いがだいぶ簡単だけど、ゲームバーよりも機能が拡張された中間地点あたりに位置するソフトウェアです。拡張録画モード、タイムスケジュールやリアルタイム書き込み機能が他と差別化できる強み。使い方がシンプルっていうのはそれだけで強いですね。その分細かい設定ができなくなりますが、レイヤーをたくさん重ねるようなことがないのであればシンプルな方がいいと思います。選択肢としては、購入するなら買い切りがいいのかなと思うんですけど、ちょっと割高感は否めませんね。ですがリアルタイム書き込みは他のソフトと併用するの大変だったりしますから、本製品を試してみるといいかも。それと気になった点は、ちょっと Windows と Mac でインターフェースと操作性が違う部分ですね。できれば全部一緒にしてほしいし、なんならライセンスは共有させてほしいと思いました。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。ゲームギークでした。